っちゃいい匂いで、どうめっちゃいい匂いで、どうめっちゃいい匂いで。Hello， 我是露妮。今天呢，我要去买一个很久没有吃过的东西。大叔他从来没有吃过，就是榴莲。榴莲，听说日本人不吃榴莲，因为太臭了，然后你不知道怎么吃。那最近刚好用有看到榴莲，所以今天起了个大早，准备去买榴莲哦。不知道大叔第一次吃榴莲会是什么反应？好期待哟！走了很远才找到，终于要卖榴莲，虽然很小颗，看起来好像还不错，那就买喽。买到了，它已经有很浓的榴莲味。我等一下坐计程车，不知道那个司机会不会昏倒。期待。ウルミでーす。ケンジでーす。今日はまさかのドリアンデビューだね。ドリアンデビューですよ。ドリアンだよ。人生で一度も食べたことありませんよ。人生初、ケンちゃん人生初のドリアン。何ですかこの。くっさいの何ですかこれ。ドリアンです。めっちゃ美味しいんだよ。すごい匂いする。まあね、なんか部屋の中にもう全部ドリアンの匂いするんだもんね。びっくりした、こんな匂いするんだね。めっちゃ匂いする。まあ、でもケンちゃんマスク取らないと。え、ケンちゃんマスク、あれだって、うん、後で食べるよ。え、後で食べるじゃん。ここどうしたの。本当よ。いや僕だ。ほら、ほら。なんでそれ、なんでバラすんだよ。なんでバラすんだよ。よし。じゃあどうする、ずっと。え？どう？めっちゃいい匂いで。あれつけ、なんかティッシュ刺しても。臭い？いいよ、でもいいね。やばい、超いい匂い。もう美味しいのかい。うーちゃん的には美味しい。臭いな。美味しいのこれ。日本人食べない。わかる、食べるじゃないの。わかんない、なんか食べたことないよ。でも食べる人食べるじゃない。じゃあ行きますね。何すごくない。一応安全のために組んでします。捨てでも全然 OK なんですけど、はい、やってくれるの。やり方わかんないでしょ。わかんないけど、でも大丈夫、気をつけて。一応お海もやったことないんで。おー、どうしたらいい。行きます、行きます。なんか割れてるところ。うん、気をつけてよ。柔らかい、柔らかいんだ。うん、わお。何かやりましょうか。初めて見たものでして。どうすんの、どうすんの。何かやるの。取れる。何やるの。ここパラ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 って。取ればいいの。ケンちゃんもし悪いことをしたらもうこれの上に溶け出してもらおう。気をつけてよ、ほんと。分かった。
もう、痛い。使っただね。まさかの事故った。入ってきた。すごいです。見せたらいいじゃん。皆さんに。皆さん、もうこんな感じ。マジで食べたことない。もういい感じ。おわー、めっちゃでかい。これがドリアの肉。すごい。チンニュ。こんな感じでーす。おお、まだ合ってた。煮込めるよ。こんにちは。食べ物で。こんにちは。こっち真剣でドリアンを。おお。頑張れ。ドリアンベイビー。やばい、もうよだれ。はい、いいか。こんな子は入ってないの。いや、多分ないと思う。いいや。あ、気持ちいい。気持ちいい。これやっぱ当たりかもかな。ハムハ。おお、やばーい。やばい、当たり。海天才じゃん。当たりです。でかい。わあ、すごい。わあ、いい匂い、もういい匂い。なんか慣れてきたな。もうじゃあそろそろティッシュ出します？うん。当たりだと思います。で、どうやって？なんか白の部分食べる人もいるんで。ケンちゃんの初。初ドリアンデビュー。これね、ちょっと取りづらいから後でしよう。いて。お、こっちも当たり。おお、すごくない？入ってるの？よいしょ。おー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 、わお、すごくないこれ。わおわお、こんなに入ってるんだね。なんかでもここもないけど、なんかたまにここに辺入ってるベイビーちゃんとかあるんで。わ、こっちも当たりじゃん。すごくない？え、めっちゃ入ってるじゃん。めっちゃ入ってる、嬉しい。見せなさい。え、くっついてる。これ切った方がいいじゃない。ちょっと入れる。うわ、あ、ぐちゃぐちゃになる。
半熟まではあと少しかもね。どう？でももう柔らかいんだよね。柔らかいでしょ。これ食べ物？果物なの？果物です。さて、ここも生えてるかどうか。こっち取った方がいいの？ドリアン高いんだよね。このちっちゃいベイビーちゃん高いんだよね。めっちゃ入ってる。人生初ドリアンデビュー。はい。そのまま食べる。うん、そのまま食べる。じゃあ、わかんないから一番柔らかいの食べた方がいい。ちょっとでいいんじゃない？あ、これから多分美味しいと思う。柔らかい。ちょっとでいいんじゃない？じゃあこの子柔らかい多分美味しいと思う。いよいよ、ケンちゃんは。取らないと味わかんないでしょ。きたね。はい。どれだっけ。あ、くそ。食べた。そのまま。あら、そのまま。うん、そのまま。これも果肉。これ果肉。さあ、人生初めての。ドキ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 ドリアンですね。小さに食べた方が美味しいと思う。入れたらなんかアイスクリームみたいな食感になるよ。まあでもた なんか種あるから気をつけて。種食べてやるの。うん。あ、種は蒸したら食べるらしい。栗みたい。うま。俺みも。
頑張って食べましょう。イエーイ。またいいねとフォローお願いします。お願いします。バイバイ。